この先に感じます。急ぎましょう。頼みましたよ、精霊さんたち。俺は大丈夫かよ。好き放題しやがって。みたいにぶっ飛ばしちまえ。だんだんと薄気味悪い景色になってるような。ここは閣僚の闇の領域、クリフォトです。暗く淀んだ心に群れ集う。その深みの中に独自の雰囲気を持っ、いくつもの領域をはらんでいるのです。ここは暗く淀んだ心の群れ集う闇。閣僚と宇宙よがこんなにはっきり重なることなど通常ありえないことです。トロールやオーグル、妖精や魑魅魍魎、幽体の生物たちがまるで肉体を持っているかのように、人彼らは本来私たちの精神世界、夜の夢や空想の中に住まう者たちなのです。もしもそれが現実に存在してしまったら。タラ、どうなるってんだ。わかりません。ただ世界は変わってしまう。いいえ、おそらくそれはすでに始まっています。あるものの出現とともに。グルフィス、この方角で間違いねえのか？
トロールどもの残留思念はこの奥に向かっています。間違いありません。行きましょう。なんて数だ。急がなければならないのに。お前ら先に行け。すぐに追いつく。わかりました。ここはお任せします。ガッツ、妖精の粉を置いていくから危なくなったら使うんだ。キャスカとカルネーちゃんのことは任せろ。行け。残らずしらみつぶしだ。Take it.
起き上がれ！やれ！油断したぜ。
代しやがって。全てを失っても、キャスカを置き去りにしてさえ、お前はグリフィスと戦いたがっている。違う、俺は剣には剣で、それが傭兵の俺たちの鉄則だ。うわ、俺たちは宝なんだ。無用。
捨てられるのか、グリフィスを。足止め食ってる場合じゃねえ。キャスカ。
だ。
つ。キャスカ、戻ったのか。お前、わかるのか。わかんねえのか。キャスカが鷹の段のなりでここにいるってことはよ。もうこれ以上進む必要はない。お前は間に合わなかったんだ。バカだ、幻だ。ガッツ、いいんだ。もうお前も来いよ、こっち側に。そうしたら認めてやるよ。お前も仲間だってな。このニブチンが、キャスカのなりを見ろ。キャスカ、どうしてお前がそっちに。私は鷹の段仙人長、キャスカ。グリフィスの夢を叶えることが私の夢だ。本気か。グリフィスは私を必要としてくれている。そう思いたい。いや、そう信じている。剣を引け。俺は決めたことだから。私はグリフィスの剣になる。私は剣、主のもとへ帰る。私もまた鷹だから。キャスカ、キャスカもこっち側に来たぜ。ガッツ、みんなグリフィスに惹かれ集まった。お前はおめえはどうするよ、ガッツ。忘れるなんてできない、グリフィスのこと。どうすりゃ、どうすりゃいいんだ。ガーセン、本物の鷹の段の戦いっぷりを見せてやれ。セッピピ、やめろ。強い。手加減無用。ヘッポーヘッポー、キャー。許せるんだよ。
くわけにはいかない。本物の高野団の戦いっぷりを見せてやれ。満足だよ。いや、これでよ。やるしかねえのか。トカス、おめえは自分勝手な野郎なんだよ。グリフィスのためだ。所詮てめえはタカじゃねえのさ。おめえは疫病神なんだよ。野郎どもかかれ。グリフィスのためだ。キャスカのそばにいるのはグリフィスを感じていたいからじゃないのか。おめえは疫病神なんだよ。チェッズド、やめろ。さすがだなガッツ。疫病神なんだよ。神なんだよ。グリフィスが夢を果たすために私を捧げたのだとしても構わない。私は誇りに思うわ。下がっておいで、メリーエン。あの館からずっとつけてきたな、てめえか。この妙な茶番もよく気がついたね。そうさ、僕は人の思いを形にできる。あなたが見ていたものはあなたの心の奥底に潜む悪。もっとも、旗からは影のようにしか見えないのだけれど、見物だったよ。まどろっこしい真似しやがって。逃がしはしないよ、僕の館を。僕の世界をかき消したあなたを。館、そうか、あの影たちは。館は野党どもの襲撃で焼け落ちた。幼い僕と妹だけが生き延びた。そして廃墟の中、これを見つけたんだ。ベヘリット、これがなんだか知ってるの？ベヘリット、五人の天使気取りの化け物どもを呼び出すための鍵だ。そいつを使ってこの力を手に入れたってわけか。
野党どもに復讐するために。復讐？復讐して恨みを晴らして、それそんなことしたって失ったものは戻りはしない。僕には守らなければならないものがある。僕にたった一つ残された肉親、幼い妹が。妹メリーエンと二人、この力を使って何も変わらずにあの館で暮らしていくのが僕のただ一つの願いだった。でもそれをあなたは消し去った。僕たちの家を再び、あの時と同じだ、野党が家を焼き散らした時と。突然意味もなく僕の世界を踏み砕く。あなたもまたくだらない世界だ、現実という世界だ。でもたった一つそれを取り戻す方法がある。それは逆に僕の世界を消したものを消し去ること。現実という毒で犯したあなたという存在をこの世から抹殺することだ。一度あの何の恐れもない日々を手に入れる。ただの人間であるあなたが僕にかなうものか。失ったものを取り戻すんだ。ケネだと。逃がさない。それ。
らない現実とさよならできる。僕は人の思いを形にできる。あなたが見ていたものはあなたの心の奥底に潜む悪。諦めないぞ。僕は必ず必ず復讐して恨みを晴らした。それで何なの？仕上がる。急がねえと。